おはようございます。今何時だと思いますか？昼の3時です。4時ぐらいまで飲んでた記憶あるんですけど、でそっからタイマーで11時に起きて、いやー結構寝たなー、けどまだゴロゴロしようって、ゴロゴロしてたら3時。昨日ホテルにチェックインした時間と全く同じぐらいに起きちゃいましたね。まあ昨日ある程度観光もできてますし、今回は過ごすように横浜観光をするよっていうねことを目標に、ホテルに連泊してますから、最高の贅沢しちゃいましたね。3時起きなんてホテルで今までしたことないですよ。とりあえず準備して外散歩をしましょうかね。夜また夜ご飯外食したいんで。シャワー浴び終えたので、お昼ご飯を食べます。昨日の食料ストックが役に立ちますね。横浜にいるのにあえてカップラーメンを食べるという行動たまらないですよね。おしゃれなカフェとかそういうところで食べればいいのに、あえてカップラーメンを食べるという行動には赤いキツネうますぎる。やべえ、こっちもやばいことが決まってた。出発です。ゆっくりすぎましたね。昨日は横浜中華街の方に行きましたけど、本日はワールドポーターズの方から赤レンガの方に歩きます。あのアパホテルもいいんですよね。一度泊まったことありますけど、今はお休みですけど、すごい立地も良くて綺麗だし、昨日夜景を撮ってた場所がやばい人。この夜景ですね、今見えないですけど、また後で撮ります。すごい、ほんとすごい。今日はもう三脚を立ててたくさんの方が撮ってますよ。このやっぱりそう考えると、このアパホテルの立地はねすごいいいわ。コスパもいいし、この夜景を見るためだけにみなとみらいに来る価値も全然ありますね。圧巻ですわ。うわー、すげーしか出てこない言葉が。クリスマスの時じゃなくてもこの雰囲気って味わえますよね。どうなんだろう、この時期だからこそなのかな。わあ、ワールドポーターズ着きました。この夜景だったら観覧車乗ってみたいな。だけど今日は激混みでしょうね。中の様子を撮影してもあれなんで、少し買い物を楽しみます。ワールドポーターズ出ました。結局何も買いませんでした。喉乾きましたね。これから赤レンガ向かいます。カップルの巣窟ですね。もうすでにこの人だかりです。いやきついなこれ。もう完全にディズニーですね。ディズニーのアトラクション乗る感じの人の量ですね。これはやばいぞ。入
場制限あるみたいなんですけど、本当して良かったぐらい人が多いですね。前来た時なかったんで歩けなかったレベルだったんですよね。とりあえず中まで入ってみます。これはいいっすね。チケット制でもう完全に予約した方しか入れないんで、もう意外にガラガラ、ガラガラでもないけど、結構なんかスカスカなんで、チケット買えた方々羨ましいですね。これだけ自由に買い物ができて、お酒とか食べ物も買えるんで、これはいいな。知らなかったしな、この存在自体。昨日と同じくらいですかね。そこまでものすごい混雑してるわけではない。人は多いけど。スケートがすごい人。赤レンガ出ました。人多かったですけど、想像してたよりかはまだこの時間多くないのかな。そして倉庫内の買い物に関しては、なんだ、雑貨屋さんとか洋服屋さんはそこまで混んでないけど、飲食店はまず入れない。もうそこに近づくだけでまずいですね。それプラス一番何よりも混んでたところが女子トイレでしたね。それではこの後はですね、奇跡的に予約できたレストランに行きます。ラボエムというモンスーンカフェとかコンパチで、有名な系列のお店ですね。クリスマスの雰囲気、おそらくあの店であれば味わえるんじゃないかなと思います。ただ昨日も似たようなイタリアン食べちゃってるんで、どれだけ雰囲気の変わったお店なのか楽しみですね。ではそのお店がある中華街の方に少し散歩します。来ました。入ります。久々にラボエム来ましたけど、やはりすごくいいですね。店舗によるかもしれないんですけど、落ち着ける雰囲気で、料理や飲み物によってはコスパもすごくいい。こんな店がね、いつも観光地、いつも行くような観光地にあったら度肝を抜かれますね。モンスーンカフェもゴンパチもすごく満足していい思い出があって、このコスパとクオリティならまた久しぶりに行きたくなりました。本当に来てよかった。もうすごく満足して、もう一軒行きたいんですけどね、明日さすがにチェックアウト早いんで帰らざるを得ないと喋ってる中、雨が降ってきましたよ。
バー行きてーよー、バーでもう一杯飲みてーよどんどん雨強まってくる。なんでなんで雨降るのなんで本当意味わからん。俺外出た時だけ。コンビニに寄ってホテルに帰ってきました。昨日と同じこのベリーレビタミンもガブ飲みしてますね、着いた瞬間に。いやもうね、ほんとラボ M のおかげでこう昨日今日と、なんだろう、混んでるし、料理高いわで、いろいろ思ってる思うことありましたけど、あのね、すべて来てよかったなっていうふうに思えてますよ今のところ。ただ明日はチェックイン早いので、昨日みたいにゆっくりお酒を飲むことはできないので、もう今から急いでお風呂入れて、晩酌をして寝る形になりますね。入浴剤をぶち込みました。風呂上がりました。もうビジネスホテルとかこういうシティホテルっていうんですかね、そういうところでもうシャワーだけじゃなく湯船に浸かるっていうのが当たり前になってきてるのかもしれない。というわけでですね、最後に晩酌をして今日は早めに寝ようと思います。ではおやすみなさーい。おはようございます。朝9時半ですね。チェックアウトが11時で遅めなんですけど、やはり眠い。もっと寝た、あと2時間ぐらい寝たい。急いでチェックアウトの準備しつつですね、いつものあいつを飲む準備もいたします。おやすみなさい。味噌汁うますぎる、しみる、ほんとにもう泣けてきた。ではチェックアウトします。素晴らしいホテルでした。チェックアウトしました。もう最高の2日間でしたね。いやーこれビジネスホテル2泊3日の旅とかハマっちゃいそうですよ。まあ横浜っていうのが良かったのかもしれないけど、また都内でもいずれ飲み歩きとかで2泊3日やってみたいなっていう気持ちにもなりました。というわけでですね、今回もう今年じゃないか、この動画がアップされるのはおそらくもう2022年だと思いますので、去年2021年お世話になりました。あ、よかったらですね、2022年もどうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイ。